スイーツカフェのイメージキャラクターか。俺にこのオファーが来たのは必然と言えるだろう。ここに並んだスイーツを見ていると心が躍る。このカフェにはアイスクリームのフレーバーも豊富に揃っているのだな。後ほど全てを賞味するとしよう。今日のタイムテーブルは、店内でミカゼとのトークイベントの後、カルテットナイトとスターリッシュでのイメージソングの歌唱か。特別なシチュエーションだからといって動じることはない。茶でも入れてゆったりと出番を待つことにするか。トークテーマは好きなスイーツについてですか。神は甘いものなら何でもいいんじゃないの？祖国では甘いものは貴重だったので、つい食べ過ぎてしまうのです。洋菓子も和菓子もそれぞれに良さがあり、甘美な喜びを与えてくれます。僕は普段甘いものはあまり食べないけど、ゼリーは好きだよ。見た目が変わっているものや初めて見るものは食べてみたいって思う。こちらのカフェには愛が初めて見るスイーツもあるのでは？お嬢様方のおすすめをお聞きするのもいいかもしれません。盛大な拍手、歓声をありがとうございます。身に余る光栄でございます。心を込めてイメージソングを歌唱させていただきました。私たちのパフォーマンスはお嬢様方のお口に合いましたでしょうか。今回のダンスの振り付けや歌は、口に入れると溶けて風味が広がるチョコレートのようにスイートに仕上げております。衣装もコンセプトに合わせたジャケットスタイルとなっております。お嬢様の隣に並ばせていただくのにもぴったりです。糖分は私に欠かせないもの。お嬢様方にとっても私たちの歌声が欠かせない存在になっていることを祈っております。